どうもこんばんは、中野敦です。それでは7本目の動画を撮りたいと思います。7本目は、大腸がん予防や便秘に効果的な足揉みをしたいと思います。足の裏の真ん中よりも少し下の足の端から端をこう、まず揉んでいって、思いっきりこうやって端から端をこう揉んでいく。そして手の位置を下にずらして、また端から端までこうやって思いっきり揉む。何回も何回もこう揉んで予防する。よっしゃ。反対の足も、足の裏の真ん中よりも少し下の足の端から端までをまずはこう揉んでいって、そしてそこから手の位置を下に下げて、また足の端から端までこうやって揉む。何回もこう揉んでほぐしていく。よっしゃ。それではこの足揉みは終わります。継続は力なり。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。